馬券の予想にあたって欠かせないのがパドック。 TCK のパドックでは馬たちの様子を間近で見ることができます。一般的にがっしりとした張りのある体つきをした馬、前へ前へと力強く歩く馬などが好印象とされています。周回している馬たちの特徴をしっかりと見極めて予想の参考にしましょう。馬券が的中した時にいくら払い戻されるのか、場内に設置されているオッズモニターでおおよその金額を確認することができます。表示されている数字はすべて100円に対する倍率で刻々と変化します。投資額を検討するための参考にしましょう。このほか出走馬の成績や調教情報が記されている競馬新聞などでもヒントを得ることができます。例えば馬名のそばにあるこのマークは記者の注目度を表しています。二重丸の印は最も注目している馬、本命とも言います。丸印は2番目に注目している馬、対抗とも言います。以下黒い三角印へと注目の順番は続いていきます。つまり二重丸や丸の印が多く集まっている馬は多くの記者が注目している有力な馬ということになります。こういった馬は要チェックです。